まりなさい。あなたのせいで、私はあなたを傷つけたくなかった。でも仕方ない。どうしてそんなに頑固？戻ればいいのよ。そうよ、そうしましょう。戻る。全体、他に私にどうしてほしいの？あなたのせいで、私はあなたを傷つけたくなかった。でも仕方ない。どれほどの犠牲を払ったか、あなた分かっていない。そんなことやめて。あなたがもたらしたのは破壊だけ。こんなに私を痛めつけるなんて、手段を選ばないつもりね。
まで出ていく価値はあるの？こんなにも多くの死を招いても。までしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとても猛烈、とても傲慢な人ね。私が間違っていたようね。あなたには鎖と電気ショックがお似合いよ。までしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとても猛烈、とても傲慢な人ね。一生悔やむことになるわよ。